うも、ゆうぐです。今日はですね、ZX-10R タイヤ交換を初めてしたっていうのもあって、ちょっと皮むきがてらにツーリングに来ています。ってことでね、このツーリングがてらに、ちょっと ZX-10R、この車両紹介をしたいなと思います。まずなんですけど、なんで僕がこの 10R を買ったかっていうと、もともとバイク好きでいろんなバイクには乗ってきたんですよ。もうバイク歴が16年ぐらいになりますかね。でずっとバイク乗ってきて、原付から始まりアメリカン乗ったり、オフ車乗ったり、ビッグスクーターに乗ったり、いろんなバイクに乗ったんですけど、スーパースポーツっていうジャンルには乗ったことがなかったんですね。自分の中でも乗りたいなっていうのはあったんですけど、で周りにも SS っていうジャンルとか全然いなかったんですけど、まあ、最近 SS の人たちと走るようになってちょっと興味が湧き出してきて、でやっぱり見てたら、一緒に走ってたらいいなと思って、買ってみてもいいかなっていうことで、まあ乗りと勢いだけで購入しました。でこの購入した TR なんですけど、2013年式の1万4000キロ走った中古の車両を購入しました。でこのハーレー乗りがちょっと 10R に乗ってからのもう正直な感想なんですけど、まあ、ライディングポジションがもう全然違いますね。まあ、なんて言ってもこのセパハンとこのシートが全然違います。やっぱアメリカンはもう本当ふかふかの低反発のシートにもう座ってる感じなんですけど、この 10R はもうほんま薄皮1枚のシートに座ってるような感じですね。まあ、めちゃくちゃケースが痛いです。もうこれでロングツーリングまだ行ったことないんですけど、まあ行ったらどうなるのかなっていう、もう行ってみてちょっと感想言ってみたいと思います。もともとセパハンは昔ちょっとゼファー750をカフェレーサーっぽくセパハンにして乗ってたんですけど、それで慣れてるんでセパハンにはそこまで抵抗はなかったですね。でこの 10R ちょっとカスタムも結構もう前の方がされてて、で乗りやすいような感じにはしてくれてるので、それもちょっと紹介してみたいなと思います。はい、ってことでここから ZX-10R 紹介していきたいと思います。で ZX-10R13 年式でスペックはもうこのようになってます。で最初心配だったシート弧、足つきなんですけど、またがった感じを思ったより全然取り回しも良くて足つきも良かったので、このままで全然いけるかなと思って、まあショックやシートはそのままでいきたいと思います。でカスタム内容なんですけど、全オーナーさんがカスタムしてくれてるので、その内容をちょこっと紹介したいと思います。まずはハンドル周りから紹介していきたいなと思います。まず一つ目は、タンクカバーですね。これはカーボンタンクカバーになります。これも全オーナーさんがつけてたものをそのままつけています。次に紹介するのが ABM のマルチクリップハンドルです。このハンドルが純正のハンドルの高さより上に多少上がるので、運転姿勢が楽になって長距離も楽だということです。まあ、まだ長距離ツーリング行っていないので、行って後にちょっとレビューしてみたいなと思います。で次に僕が購入しためちゃくちゃおすすめなものなんですけど、このカエディアさんのスマホホルダー、これがワンタッチで携帯取り付け取り外しすることができて、なおかつ置くだけ充電にも対応しているので、もう線を刺さなくていいっていうのがめちゃくちゃ便利です。でなおかつ裏側にも USB-C ポートが一つあるので、そのまま GoPro を挿したり、そのままインカムを挿したりで充電もできるので、もうこれ一つであればめちゃくちゃ便利です。
次に紹介するのがサンスターフルフローターディスクになります。これも前オーナーさんから付けていただいたものです。でこれがリアカーボンフェンダーですね。これも前オーナーさんからいただいたものでステッカーチューンしてあるのでもうそのまま置いてあります。でこれがエンジン周り、エンジン周りが GB レーシングのエンジンカバーですねとエンジンスライダーで、次に紹介するのがベイビーフェイスのバックステップです。これも前オーナーさんからいただいたものです。でこれがフロント周りですね。フロント周りがプーチスクリーンと LED ヘッドライトです。僕がこの車両を購入したきっかけもこの顔面がいいなと思って購入しました。現行の顔もかっこいいんですけど、やっぱりこのとんがったこの年式の顔が好きでこれを選んだかなってとこはあります。で最後に紹介するのがマフラーですね。マフラーがアクラボビッチのスリップオンマフラーです。このマフラー僕の中ではめちゃめちゃいい音がすると思ってます。ちょっとこのマフラー音も撮ってみたのでちょっとお聞きください。音量注意でお願いします。はい、ってことでですね、めちゃめちゃ簡単な車両紹介動画だったんですけど、まあ、こんな感じです。もともとね、SS 全然詳しくないんで、思いつきとノリで買ったようなバイクなんで、まあこれから勉強していこうかなと思います。正直ね、僕もどのバイクがいいとか、これじゃなきゃ絶対嫌だとかいう、あれじゃなきゃ絶対嫌だとかいうのは全然なく、やっぱ人生、いろんなバイクに乗ってみたいですよね。あれも乗りたいし、やっぱモトクロスだったり、スワラーも乗ってみたいし、アドベンチャーっていうんですかね。あれでいろんなとこに行ってみたいなっていうのもあるので、まあこのバイクじゃなきゃとかこういうジャンルじゃなきゃっていうのはもう全くないので、ただ人生生きてる間にいろんなバイクに乗ってみたいなっていうのがあります。ね、ここの住んでる徳島県がまああんまりバイクのディーラーっていうのがないんで、いろんなバイクに試乗っていうのがあんまりできないんですね。なんでもう県外まで行ってディーラーに行って試乗させてもらうか、誰か乗ってる人のをまたガラスでもらうとかいうのしかあんまりないんで、本当だったら県外とかに行って大きなバイクのモーターショーとかに行っていろんなバイク見てまたがって、であれに乗りたいな、これに乗りたいなっていう風な、まあ夢を膨らませたいんですけど、コロナ禍もあったりであんまりそういうのに行けないっていうのが現状ですね。またね、この SSハーレー乗った人から乗ってみたら、やっぱ全然違うバイクなんですよ。同じバイクでもスピード感だったり乗るライディングポジションもう全然違うので、バイクといってもやっぱ別物のバイクっていう感じになりますね。もうこの SS 乗ったのも初めてっていうのもあるんですけど、このタイヤ交換してからこの SS に乗るっていうのがもうかなり緊張してます。もう YouTube でタイヤ交換してから皮むき前にこける動画なんをもう散々見てきて、もうこける予行練習みたいなのをしてるんですよ。ってことで今回は ZX10R の車両紹介の動画になりました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では皆さんご安全に。ではまた。